よろしいですか。それであの会見の方を始めさせていただきます。まあ、今日はあの午前中にあの政策会議、そして午後にあのシャドーフェアに行ったとやらさせてもらいまして、午前中の政策会議では、11本の法案、議員立法5本、そして、閣法6本、かけさせていただきまして、いずれも、了解を得たところであります。そして、議員立法の5本、具体的に申し上げますと、地方自治法の一部を改正する法律案、これはあの都構想にも関連します特別区の設置の法案であります。それから原子力規制委員会設置法案、原子力規制庁の我々の対案でありますけど、この法案、それから新救命等の推進に関する法律案、4番目が警察等が取り扱う死体の死因または身元の調査等に関する法律案、5番目に水循環基本法案、この議員立法5本につきましてはシャドーキャビネットの方でも了解を取らさせてもらったと。それからあの政策会議の方でですね、がれきの処理の加速化の提言と、これはあの小沢と PT の方でまとめていただいたわけでありますが、この取りまとめ了解を得ましたのでですね、総務会に報告をした後、明日の午後のですね2時20分になりますが、官邸の方でですね、藤村官房長官の方に私の方からこの提言の申し入れをさせていただきたい、こんなふうに考えているところであります。私の方から以上ですけど、ご質問ございましたらどうぞ。はい、前田国交大臣の問題なんですけど、市長選で これ国交委員会、衆参ともにですね、このあと質疑等でも正していかなければいけない、そんなふうに思っておりますけれど、文書もあるわけであります。そしてあの事実関係から言ってですね、本当にあの公職選挙法に抵触をしていないかと、いうことになりますと、相当厳しいんではないかな、こんなふうに思っております。改めて国会で、議論した上ということになりますけれど、大臣として、そしてまた、政治家としての出処進退、きれいにされた方がいいと、こんなふうに思っています。出処進退きれいにした方がいいというのは、その確認した方がいいという、これはあの事実関係をまず確認した上でありますけれど、きちんとした説明がつかないということになったら、おそらくそういうことになっていると思います。自ら否認されない場合は、参議院の問責決議案等も、選択肢に入っていますか。選択肢としてはあります。はい、関連ですが、政治家としての出処進退、議員辞職ということも含めて、これ非常に重い問題だと率直に言って考えています。どうも民主党の場合ですね、問題の閣僚と、これは多々いるなと、こんなふうに感じておりますけれど、これはそのなんていうか明らかに、法律に違反する、可能性のある事案、こういった意味でですね、事態の深刻さというのはより大きいなと、こんなふうに考えています。はい、消費増税法案の審議なんですが、政府と民主党が昨日の夜ですね、特別委員会を設置して審議していく方針を固めましたが、そもそも自民党も常任委員会じゃなくてですね、特別委員会でやるべきだというふうに主張されてきましたが、そもそもその特別委員会である理由という部分を改めて説明していただきたいのと、その特別委員会のですね、委員長の、人選ですね、どういう方が望ましいのかという部分をちょっとおそらくこれは与党にされた方がいい質問なんじゃないかな、こんなふうに思いますけれど、やはり閣議決定をして法案を、国会に提出をしたと、その上でどう審議を進めるかと、これはやっぱり優れて与党としてですね、こういった形でやりたい、こういうご提案をいただいた上で、協議をしていく、
そういう性格だと基本的には思っております。ただあまりにもそういった提案がないもので助け舟を出したりいろんなことをやっているわけでありますけれど、まあ、これは単純にですね、消費税を引き上げると、このことだけを決める法案ではなくて、まさに税と社会保障の一体改革に絡む、こういう問題になってきますから、法案としてどこまでのものを扱うかと、これは別にしてもですね、税と社会保障、さらには財政の問題、全般にわたって議論をすべく、審議をすべく、そういう性格の委員会が望ましいと、こんなふうに思っているところであります。また委員長の人選、これまさに国会の中で、まあ、決めることでありますが、まあ、こういった問題について見識の最も高い方が使われるのがいいと思います。そういう意味でその自民党もですね、その筆頭理事としてですね、まあ、ある方を選ばれると思うんですけども、そこら辺の人選の基準みたいなものはありでしょうか。まだそこまで、まずその与党側からですね、どういった形で審議を進めたい、こういうそのなんていうかご提案もいただいておりませんので、その上で、まあ、我が党としては当然ですね、いつでも議論できる、こういう準備だけは内々に整えているつもりでありますが、まあ、正式にはご提案をいただいた上で、まあ、検討するということになると思います。はい、すみません、自立通信の調子です。冒頭ご説明があった原子力規制庁 の規制委員会の法案の件なんですけれども、はい、これについてはまあすでに公明党の方に説明されているということは伺っているんですけれども、まあ、一部報道ではその民主党と公明党含めての協議が始まったという報道も一部であったんですが、この法案については今後そのどういう形で協議なり手続きを進めていかれるのか。はい、この問題につきましてはですね、すでに各法として原子力規制庁の法案というのが政府与党側から提出をされているわけであります。しかしこの法案につきましては、例えばこの規制組織の独立性のあり方、それから一元化の問題等々でですね、相当問題が大きい、 IAEA 基準からしてもですね、とても受け入れられるものではない、まあこういう観点から我が党として独自の案を検討をしてきたわけであります。公明党の方でも同じような検討を進めていただきまして、我が党としての案をまとめましたので、公明党の方にも正式に提示をさせていただきました。その上で今最終的な詰めを行っておりまして、今日段階でほぼですね、両党間でまとまるとこういうところまで行ってますので、我が党も明日ですね、党内手続きを総務会まで通した上でですね、法律案として自公でこの対案議員立法を提出をいたします。その上で政府案とこの自公案を並べてどうしていくかと、修正をするとかいろんなことについては国会に提出した上で検討したい、こんなふうに思っています。はい、NHK の伏見ですが、今日は郵政民営化法の見直しの法案がですね、衆議院本会議で可決されたかと思うんですけれども、自民党の中からもですね、起立されなかった議員の方がいらっしゃったと思うんですが、そのことについて政調会長としての受け止めをお話しください。ちょっと私、議運でありませんので、細かくですね、それぞれの起立採決でありましたから、個々の議員の対応がどうだったかと、まあ、掌握をしてない部分はありますけれど、さまざま意見が分かれる中でですね、郵政民営化法の見直し、この民営化法のですね、見直し規定に沿ってまとめさせていただいたと、まあ、意見が集約をでき、一歩前進したと、こんなふうに考えております。郵政民営化法案が通るときにはですね、造反した議員に対して党として厳しい処分もあったかと思うんですけれども、うん、会長としては今回その党の意向に沿わなかった議員に対して何らかの処分を下すべきだとお考えでしょうか。まあ、これは幹事長室を中心にですね、検討されると、まあ、こういうテーマだと、そんなふうに思っております。まあ、その上で必要があれば、まあ、党紀委員会の手続き等々が出てくると思いますが、まずは幹事長室で検討されるんじゃないかなと思います。